おはようございます。こんにちは。こんばんは。ノーミルク佐藤です。ということで、最近はね、えー、開幕シリーズという形で、こう、プレビューをいろんな試合の、こう、お伝えさせていただいておりましたけれども、今日は、ちょっとしたお知らせです。まあ、知ってる方も少なくないかもしれませんけれども、えー、まずは2024年の、えー、エルゴラスさん、もちろんこれサッカー大ですからもね、目が出ますけど、エルゴラスさんの選手メーカーが2月の15日に発売されます。えー、なんと、 ノンミルク佐藤えー、おととしかなに引き続きまして、また、えー、メーカーにコンテンツ掲載していただきましたうわー <laughs> ということでですね、あの、みんな買ってねって話でしかないんですけど、<laughs> ぜひね、あの、佐藤のコンテンツ、まあそこがメインではないけどね、もともとそもそも選手メーカーだっていうところがあるので、なんでね、まあちょっと今日はそこら辺の話をちょっとしていければなと思うので、よろしくお願いします。 えー、基本的にはこちらね、まあ、いろんな試合の話を中心に、まあ国内がまあある程度中心になってくると思いますけど、まあちょっとね、えー、ヨーロッパも、あとは移籍も、あとは代表も、あとはまあ、本当にいろんなこうやって告知だけもいろんなことを動画出してるよーってところがあったりするので、えー、ちょっとチェックだっていう感じで、えー、のみるさと応援するためにもっていうところで、なんかちょっとチャンネル登録、高評価ボタン等々押していただけると、 すごくすごく嬉しいでございます。今日もどうぞよろしくお願いします。ってことでですね、ええー、まあ今言った通りですけれども、選手メーカーに、えー、佐藤もちょっと掲載していただいたよってところがあるんですが、実はこの見,見る赤というか、この、えー、飲みる佐藤ラボの方でこの動画を出している2月14日なんですけれども、こちらこの 選手名館の発売の、まあ、前日ってことにもなりますので、えー、今日の夜ですね、まあ、バレンタインデーでもある、この、まあ、ふんどしの日でもあるらしいですけど、この2月14日水曜日の夜21時から、なんで ACL マリノス戦終わった後ぐらいですかね、えー、このエルゴラさんの選手名館発売前夜、滝に、チラミ、 祭り開催 <laughs> ということでですね、なんとエルゴラさんからですね、ありがたいことに、えー、実は選手名ー,ーのいわゆるデータって言うんですかね、実は紙面をもうあの、紙のっていうことじゃなくてデータとしても全部いただいておりました。なんで、そのデータをですね、あのー、皆さんがそれこそおそらくした2月15日以降でお手元にいろいろこう、まあもちろん、 本屋で買って、もしくは予約制にもうされていて、もしくは Amazon とかからかな、含めまして多分ドック、登録って感じになってくると思うんですけど、それもちょっと早く各チームどんな感じで書いてあるのかなってことを、まあ、見るわの配信内で、ちょっとお伝えというお、えー、ちらみせの方して、こう、ちらみせどころじゃなくて、マジでエルゴラさん、本当太っ腹で、あの、くださったって感じだから、これ使っていいですかって言ったら、いいですよっていただいたんで、 もうバンバン、バンバン見せてくるって楽しいかわかんないですけど、あの、各チームのメーカーのところちょっと皆さんでこう見ていきたいなって。まあね、こう、って言ってもこう2時間3時間と、なんかめちゃくちゃ長い時間やってもちょっと仕方ないってところがあったりするんで、まあ1時間ぐらいでね、こうパッてやっても、皆さんのこう特に見たいページってところなんかみんなでこうなんかバーバー言いながらこう見ていくような配信ができればななんてふうに思っていたりします。 まあ言ってね、もうそこから言っちゃえば12時間もしないぐらいでねで、お手元にもう届くよって方はいらっしゃると思うので、まあ,まあ全部ってほと細かいところに関しては、やっぱりね、あのー、今度こう楽しんでいただければなってところはあるんですが、でもやっぱりせっかくね、あの、データもいただいててところがあるので、なんかこれをこうね、ここで活ここで出てくるこう、ちょっとお写真とかちょっと活用させていただくことも結構あったりするんですけど、 あのー、やっぱりこう皆さんにね、こう、ちょっとこう、なんかみんなでこう、やっぱワイワイしたいじゃないってなんか本当と全てではあったりするんですが、あの、できれば見ていただければなっていうふうに思ってますので、えー、今日の夜ですね、えー、こちらのチャンネルではなくて、見、えー、るカの,のチャンネルの方に、えー、ライブ配信やりますのでお越しいただけたら嬉しいなというところでございます。それとですね、こんな感じ、ちょっとチラッと見ていただきましょうか。トン。なんか左上にありますけどね、見るカでおなじみ、ノーミルク佐藤さん厳選って書いてますね。ははははははは。 ということで、私、もうね、ミルアカのこのロゴの方も、もう新しくというか、もう実は年末くらいにもうお話いただいていて、で、その時にちょっといろんなことやろうよって話に上がってて、で、どんな企画にしましょうって話に流れてやっぱり今年はパリオリンピックだから、やっぱりこう、ネクストブレイクイレブンって形で書かせていただきましたけど、まあ基本的にやっぱパリオリンピック世代で、まあ誰がまだ入っていくかわかんなかったりするけど、 やっぱりさ、こう、例えば、オリンピックの半、約半年前、まあ3月の代表ですよね。前回の東京オリンピックの時で言っても、まあ前年度、林大地君はもう活躍してたってところは確かにあったけどさ、あの、それでも代表に3月に入ってきて、そこからこう、やっぱり一般知名度、一般知名度がどれぐらいあるかわかんないけど、やっぱりこう、トスの一選手ってところから、やっぱり代表候補選手っていうふうになって、最終的にはやっぱりオリンピック本大会のスタメンだったじゃないですか。まあっていうところだったり、 あとやっぱり、まあ、バッチドくんですよね。東京オリンピックの段階では選ばれなかったですけど、その1年後の E1 で呼ばれて、で、そこからもうトントンとこう上がってって、結局はもうワールドカップメンバー入りっていうところまで行ったなんってこともあったじゃないですか。彼だって、スタートはマリノスだったってのはあるけども、マリノスでなかなか出,ら出ることができなくて、J3 北九州から始まったとかで考えたら、あとだって、もっといったら古ハ選手だってそうですからね。 なんでやっぱりこの同じこのね、えー、これからこう世に羽ばたいていくであろう。まあ、2001年生まれ以降の皆さんですね。パリオリンピック次第以下っていうところから、えー、J1 から11人、J2 も11人、J3 も11人という形で、えー、33人、えー、佐藤の一言コメント付きで、ま、あもうツイッター見ればもう、ツイッター X 見ればバレちゃうんで、一番上とかもう正直ね、藤尾君だってことはもうバレてると思うんですけど、 まあまあ一応バレしてもいきますけど、こんな感じで、選手の顔写真、選手の名前所属チーム、プラス、あとはこんな感じでね、一言コメントって形も二形コメントって形で書かせていただいてるよってところがあるね。こんな感じで J1 も J3 も、J1 も J2 も J3 も、11人ずつ33人掲載されているので、藤代くん以外一体残り32人、一体誰が選ばれてるのか、皆さん、ちょっとね、 えー、お買い求めの上、ちょっとチェックしていただけると嬉しいなというところですね。そして、なんで佐藤がその選手をチョイスしてるのかなってところだったりとか、あとは、まあ各、各カテゴリー、確かに11人ずつではあるんですが、何かがそこにあったりします。<laughs> 何かなんて言ったって、これ伝わらないと思うんですけど、まあ、これ J2、J3、こんな感じですね。J1 は、だから4、2、3、1で、J2 はね、ちょっと可変式な感じで、 ちょっと、可変式442だったりするんですけど、これって実は。で、あとは、えー、っと、j 3の方はまあ3421みたいな感じになってたりしますけども、一体なんで僕がこの33人を選んだのかなーっていうところですね。各カテゴリー11人ずつですが、できる限りいろんなチームの皆さんにお伝えをしたくてっていうのが一つテーマにはなってたりするので、特に j 1の皆さんね、 あれうちのチームの子おらんやんって。結局が20チームある中で、11人しか選んでないわけだから、11人しか選べないわけですから、9人選んでないってことで、え、9チームか。は選んでないってことになるんですけど、っていうところね。えー、そこをちょっとなんか、一てこの、なんだろうな、何を言いたいのかみたいなところは、ちょっとあの、実際にお買い求めいただいて、見ていただけたらと思います。もちろんね、こちらのエルゴラさんの選手名�っていうのは、 その紙媒体っていうところで、あの、でかいサイズのものと、あとポケットサイズのものプラス、あとはね、あのー、ちょっとこう、クスッと笑えるような小ネタがね、集まってるものがもう一個ってか、ピンクの表紙のやつですね。合計3つ発売されますよっていうところと、こちらの選手名鑑をお買い求めいただければ、エルゴラさんのものだから、やっぱりあのアプリで見ることもできるよってのがあって、ちょっと今年に関しては、あの、育成型レンタル遺跡とかも、ちょっとアップデートされたじゃないですか。 同じカテゴリーの中でもそれは OK だよーっていう風になったりだとか、やっぱり今年はパリオリンピック次第だっていうと、パリオリンピックの年、えー、だっていうところがあって、まあ、そう考えると、あの、アンダー23アジアカップなんかもありますから、その時期にパリ組ってのは、えー、どうやらヨーロッパ組に来れない可能性があるので、そうすると国内組から選ばれるケースは多いと思うんですよ。すると、やっぱり固定でこう一つのチームがね、11人とか、プラス5人交代して16人戦っていくとかっていうのもちょっと多分無理で、 もうちょっとやっぱ怪我人とかも含めて20何人はやっぱり出てくると思いますから、例年以上に結構いろんな選手が出るようなシーズンになったりすることもあるんじゃないかなと思うし、J2 は試合数減る、J2 は去年と変わらないけど、J1 に関してで言えば、やっぱり試合数が増えるって感じになるので、まあそこら辺でのちょっとした変化ってことも考えられるのかなと、しかもあと移籍もね、おそらくいっぱいあるシーズンになると思うので、 特にオリンピック世代はヨーロッパ抜けちゃう分、J1 からヨーロッパに10人超行きますよ、20人ぐらい行きますよって風ふうになれば、その分だけ結局20人行くってなったら平均して1チーム、J1 の1チームずつからはレギュラークラスがいなくなってしまうわけなので、そうするとやっぱり J1 から J1 なのか、それとも J2 から J1 なのかってところで起こり得る可能性もあると思うし、さっき言った通りその育成型レンタルみたいなケースで、 えー、カテゴリーが変わるなんていうケースだとかも結構起こると思いますから、まあ、あの、この紙の媒体のもので持ってたとしても、もう夏の段階では各チーム本当五5人、6人ずつ変わったり、変わったりするよっていうケースは、全然あるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、あのアプリも含めて見ていただけたらと思っております。あとは告知の方というか、えー、こちらね、編集メーカー発売前夜って見る若の配信の中でもちょっと言ってたり、言ってたりはすると思いますけど、えー、エルゴラプラス、みんなよろしくということで。 なんか今年もエルゴラストさんの方では、このね、あの J1 マイクラブ版みたいな形で、あのー、今からね、今ならすべて新規2ヶ月無料ってなってたりしますけれども、それぞれのクラブ版のこういうのね、紙面のものっていうところか、またね、えー、なんていうんですか、アプリ上でという、えー、見ることができるよってところもあるので、ぜひぜひ皆さんこちらもね、ご登録いただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っていたりします。そんな感じで。 のコンテンテツも載っておりますあとは、レオザフットボールさんと木キ崎キさんの対談だったりだとか、あとは、コハロンさんの企画もなんか載ってるよってところあるみたいなんで、もう J1、J2、J3 全60クラブの選手の皆さん、プラス、まあいろんなデータだったりもそうだし、まあこのね、 えー、レオさんだったり、コハロンさんだったり、僕だったりっていうところで、いろんなコンテンツも載ってるよーってところがあるし、アプリにもなるよーってところがあると思うので、皆さんぜひぜひこちらの選手かんお買い求めいただく&、今日の夜のエミールはガダの配置にお越しいただければと思っております。ぜひ皆さんお集まりください。よろしくお願いします。もう超告知でございました。佐藤でした。まったねー。